運命は自ら招き、境遇は自ら作る。運命事象。人の一生は運命というどうすることもできない力で決まった道筋を引きずられていくものであるというように信じているものがある。そして生まれた年月日、また時間が分かれば、その人の一生はすっかり分かるなどというものさえある。運は天にありとか、下方は寝て待てとかいうのは、そうした考えからであろう。しかし、いやしくも人の関係する仕事で捨てておいて、手をこまぬいて、脇から見ていて、できる仕事がどこにあるだろうか。自然のことは定まった法則に従って一糸乱れず運んでいる。天候に大部分の運命がかかったように見える農業や漁業でさえ、放っておいては田畑は草の詰まり、魚は逃げてしまう。教育も宗教も何一つ捨てておいてできることはない。危険と食べ行えば運は開ける。運は勇者を超愛す。バージル。ぐずぐずしておれば、その時は去って二度と帰ってこない。チャンスは前頭だけに髪の毛があり、後ろ頭は剥げている。もしこれに出会ったなら前髪を捉えよ。一度逃がしたら神様でもこれを捉えることはできぬ。ラブレー。目の前に来たあらゆる時を捉えて、断固として善処する人。一度こうと目的を定めたら、終始一貫やってやり抜く人。これが世に言う成功者である。天は自ら助くるものを助く。ぐずぐずして、いくらその時があっても手を出さぬ。何か困ることがあるとぐったりしてすぐやめる。これは世の弱者であり、敗残者である。花は保己一が、日日般若心経を読んで、心を鞭打ち、大軍書類銃を編纂したその努力。ヘレン・ケラー女子の死のサリバンが、いかにそのチャンスを捉えて教育して、この三重苦の大天才を生み出したか。これを思うと、盲目という一見不遇の定めは、一転して大きい幸運と輝き渡った。各人の運命は各人の支柱にあり、シドニー・スミス。したがって、境遇もあらかじめそうした定めが決まっていて、その中に入っていくのではない。その人の心の通りに境遇の方が変わるのである。現に憂鬱症の人が集まって、湿っぽい話をしている。座はいよいよ打ち沈む。ここに世に心配を知らぬ青年がカカッと対処して入ってくる。一座は急に停電後点灯したように明るくなる。弱り目にただり目、泣きっ面に蜂。心が打ち締めればその環境は梅雨時のように打ち締めり。滑然として心が打ち開ければ天地一碧。洋洋たる大宇宙が打ち開ける。運命を切り開くは己である。境遇を作るもまた自分である。己が一切である。努力がすべてである。やればできる。